先ほど医師免許について質問したものです。私はネット記事で、医師は年収の20倍前後の融資が下りるらしく、今就職して経験を積むより起業しやすいと思いました。竹之内さんはこの僕の考えについて良い判断だと思いますか？思いません。はい、こんなあの他力本願な融資っていうものを先にこう考えるんじゃなくてですね、まあ、あの正直そんなことはないですよ。年収の20倍前後の融資、1500万で3億、そんなことあるのかな。ちゃんと銀行に確認しましたか？まず一回確認してみてください。それが普通かどうか。僕そんなことはさすがにないような気がしてるんですけどね。あのお医者さんとして自分の院を持ちたいとか、開業資金として20倍ぐらい出るっていうのは十分あり得ます。それは確かにあるかもしれませんけど、それはその方が一生そこで働くことを前提にってことなんですよ。つまりその人が医師免許を持っていて、1500万ぐらい稼いでるってことは、あなた自体は医師として優秀ですよね。なので病院を建てても病院で、ね、失敗することってめったにないんで、どうやってでも返せますよねと。なのでしかも辞めたとしても、その医者側、基本的になんかこうまた稼ぐことができますよねってことで貸してくれるかもしれませんけれども、果たしてそれだけ融資して何か事業を始めるメリットってありますかね。それだったら数千万円ぐらいでまず事業を始めちゃって、それによってなんだろう、こうブラッシュアップしてって儲かる方が僕は大きいと思うんですけどね。3億円もかけて医師として事業をやるってなんかそんな危ない気しますけどね。で特にこの、てんてんさんがこの方が言ってる事業って M&A の仲介とかなんとかっていろいろやってましたけども、そこの経営のノウハウが ない中で自分がプレイヤーの医師として働かないものに、3億も借りれませんし、多分失敗すると思うんですよね。だからちょっとあまりいい判断じゃないかもしれないですね。僕はこれはあまり良くないかなって実は思ってます。はい。